眠い。おはよう。なんかさ、なんだっけ、7時14分とかにアラーム鳴ったんですよ。で、止めたんだけど、なんか、あ、やばい、私寝坊したって一瞬思ったんですよね。うわ、最後の星投げって思ったんだけど、7時半から配信だった。よかったって思って、それだけ、もう一安心って感じ。よかったよ、黒歴史にならない、ならなくてよかった。7時半ってなかなかないよね。7時ぐらいだったからさ、まあ7時半あるけど、なんかだいたい7時とかだったから、やばいって思っちゃった、もうマジで。あ、よかった。よかった。おはよう。卒業後何してるの？卒業後は舞台に出演させていただいたり、声のお仕事させていただいたり、テレビのお仕事をさせていただいたりしてます。よかったら X を見てみてください。はいよ、みんな最後の星投げだよ。おはよう、おはよう、最後の星投げだよ。星投げ最後か、なんかもったいない。星投げ、はいよ。この星も見れなくなっちゃうんだ。はあ、おはよう。あくびが止まんない。そしか、みんなどっち入れたの？昨日配信0時20分ぐらいまでやってたじゃん。私12時半には寝ました。眠いよね。
2時前よく起きれるね。2時くらい、ね、私も2時ぐらいだった気がするんだよね。2時前だったかな。トークポート終わったらすぐ寝ちゃいました。それはね、寝てください。4時くらい。はあ、4時。まだ寝てません。やば。5時に目覚めるので問題です。私目覚めないよ。私目覚めない。自分でなんかはって起きないんですけど。だからなんか自然と起きちゃうっていうのはなんか羨ましい。目覚ましかけても起きれるかわかんないもん私。あら、キノコありがとうございます。おや、眠い、あくびが、あくびが止まんないよ。ん？今日は月曜日か。今日月曜日だって。え、今日月曜日。自分で言ってびっくりしちゃった。今目が覚めて急いで来ました。おはよう。ありがとうね、来てくれて。月曜日か。3時20分に起きて7時から仕事している私って、てんてんてん。疲れちゃうね。お疲れ様。大変だね。いつも仕事してる時間だけど休みだからでした。おはよう。でもさ、休みの日ってさ、寝るに限るよね。休みの日は寝るに限るよ。いっぱい寝な。マジであくび止まんないわ。休みの日は昼まで寝てます。私もそんな感じ。私もアラームかかってるけど、かかってないようなもんだもんな。昼、うん？昨日は昼寝含めて半日くらい寝てた。半日寝れるんだったらまだ若いよ。大丈夫大丈夫、いけるいける。ん、何がいけんのか知らないけど。休みの日は謎活がしたいけれどもタイミングが合わない。まあね、タイミングね、大事ですよね。
大事だよね。気長に待ってます。年取ると眠くても起きてしまう。それがないんだよね。なんか寝ちゃうなんか寝ちゃうんですよね私。逆にさ、寝すぎて休みの日もったいないってなるんだけど、ならない？みんな。今は舞台、NGT の時と違って、舞台以外はほぼ土日だもんね。どういうこと？寝て起きたら月曜日あっという間だね。あっという間だよね。朝からお腹元気なんだけどNGT の時は平日にも公演やオンラインおしゃべり会あったから。でも舞台って土日だけじゃないじゃん。もうね、5日間とか1週間とかさあるから、もう本当に何だろう、まばらって言い方でやってるだよね。それはすごいなんか感じたわ。でもまあこの業界に言うとね、しょうがないんですけど、全然私はね。でも逆にいいことがあって、土日はだいたいお仕事なんですよ。で平日って何がいいかって空いてる。休日の時より空いてるの。それがめちゃめちゃ嬉しい。お店とかね、やったーって。そこまで、まあ、混んでるんだけど、そこまで激混みみたいにないから、なんか行動がしやすいって思う。そうそうそう、形は変わっても続けてくださいありがとうございます。トンネルに阻まれて星集め失敗。あら、最後の星集め失敗しちゃいました。最後の星集め。そう、私はね、この配信が終わったらね、ベッドの位置を移動させようと思ってる昨日っていうの、今日っていうの、寝てたらさ、いきなりさ、右目がめっちゃ痛くて、なんか物が
なんか入ったのか分かんないけど、めっちゃ痛かったんだよね。泣きながら寝たんだけど。いや、二度寝したいよ。二度寝したいんだけど。ね。寝たらもったいない。でも。頑張って起きます。頑張って起きますって今起きてるんだけどね。最後の箸休めで100回目の訪問のとこありました。100回も訪問しちゃったね。でもそういうのもなくなるってこと？訪問が。なんかさ、こうね、この星集めだから出会ったっていうこともあるじゃん。そう思うとさ、なんかちょっと寂しいよね。そういう出会いがなくなっちゃうんだなって。思わん？寝てる間にベッドを移動してればよかったん。確かに。目を大事に、ありがとう。デイリーミッションでルーム訪問多分あると思う。あ、ある？したら出会いなくなんない？出会いって言い方あれですけど。でもまあ比較的減りますよね。寂しいね。おはよう。星集めきっかけっての確かにあったなって。やっぱあるよね、星集めで。大事だよね。出会いに行ってきます。行ってらっしゃい。ちかなちゃんの声聞けて嬉しいです。だってありがとうね。私も嬉しいわ、そんなこと言ってもらえて。星集めで名前知る子とかいるもんね。ねえ、ねえ、それがね、なくなっちゃうからね。なんか寂しいもんがありますよね。50カウント完了も今朝。最後かだって。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ミッションでコメントしなくちゃいけなくなるときついな。だって私のルームですればいいんじゃない。初訪問で名前出るようになってから何回も初訪問ありがとうって言われましたね。地味に恥ずかしいやつね。地味に恥ずかしいやつ。あったな。
こうルームでコメントするとかありそう。あー確かにありそうだね。9時からどうなるか、9時からどうなるかですね。星投げ来ましただって、ありがとう星投げ、最後の星投げ、なんか意味わかんないところ跳ねてんだけど私の髪の毛定休分だらけないでしょ。確かにそれやだね、定休分だらけっつ。目痛い、目痛いよ。会社でつけながら投げてます。どういう状況どういう状況、これだ、えい、おは見て、未収とカウント完了。すごい、あの映像にした途端コメントがすごいありがとうございます。おはよう、はあ、あパチパチパチが来た、ありがとうございます、ありがとうございます。首が止まんない、ずっとあくびしてるかも私、眠い、あくびしすぎて涙出る。眠いよ、ちょっと待って、今日の予定があるんですよ、調べとかないと。電車、最後の3週完了でし、最後の3週完了した、ありがとう。今日暑くなんの？やだな、もういいて、もういいて、ちょっと秋服楽しみたいんだけど今秋服着たいのにな。なるほど、これでいこう。仕事前にちょろっと来ました、ありがとう。
まだ T シャツ短パンで大丈夫そう。ほんと？春も5月ぐらいから暑かった。そんな暑いかな。やだよ、そんな暑いのはもういいよ。暑いのはあったかいのは嬉しいけど、暑いのはな、なんかエアコン使わなくていいぐらいになりたいって思う。ね、寝起きでそのビジュは可愛すぎて無理ありがとう。ベッドの位置を変える。今日のミッションはベッドの位置を変える。部屋の模様替えをします。へえ今日のミッション、模様替え。怪我せんようにね。大丈夫、怪我もしない。どうやって変えたっけ、なんか結構大変だった気がするんだよな今日夜はやりますか。あーどうしよっか。でもこれからはゲリラでも大丈夫ってことだよね、ある意味。よし、どうしようか。10万切りましたすごいな。怖いよ、みんなが。模様替え、まあやるかどうかは今日の予定次第だな。部屋の模様替えが終わったらする部屋の模様替え終わったらします。模様替えついでになんかいろいろ洗っちゃおうかな。カウント間に合わず、さらばじゃ。もう寝起きだから下回んないわ。バイバイ。エアコンの水漏れは大丈夫なの？なんか普通の冷房にしてたら大丈夫、多分ドライにしたら水漏れが出ちゃったって感じ。謎だよね。そう、普通の冷房なら大丈夫。あれだろうね。ガラッと変えちゃうの？いやー迷ってる。そこまでガラッとは変わんないんだろうけど、まずどうしようかなって。ベッドの配置をどうしようかなとかさ、どうしようかな。こうにするか、こうにするか、ベッドをこう置くか、こう置くかでめっちゃ迷ってる。こう
の方が部屋広く見えるんだよ。ね。ベッドの位置なんて小学生から変えてないから尊敬だって。私はね、まあ、変えたいなって思っちゃう。変えたいんですけど、どうしよっかなって。こうの方がいいんじゃない？どっち？どうしよっかな。すごいなんかすごいコメント来ちゃった。桜坂46に入るって本当ですか？嘘ですよそれ。誰が言ってたんですか？びっくりなんだけど掃除しやすい方はどっち？こうかな。こうだと掃除機が入らないかな。でもこの掃除機のこのさあるじゃん多分入んない気がする。初めて聞いてる。こうしか聞いてない。こういう置き方縦に置くか横に置くか。まあ面白い話をするもんですね。どうこうかな。迷いますね。とてもとても迷います。首が。今日はこっちつけてみようかな、練習がてら。こっちカラコンをつける練習。目痛いならカラコンやめといた方がいいよ。今は痛くないんだよね。目疲れちゃうっていう感じ。コンタクト用の目薬も買っといた方がいい。コンタクトの目薬あるんですよ。最後の星集め行ってきます。いってらっしゃい。表裏とか間違えないね大丈夫。それね、前につけた時に学んだ。でもさ、今さ、先週親知らず抜いてさ、で空いた場所にさ詰めてさ縫ってってやってもらったんですけど、なんか雪見大福が食べたいんです
雪見大福が食べたいんだけど、お餅系って詰まっちゃいそうで怖いじゃん、歯に。で、ここにもさ詰まりそうじゃない、わかる？奥歯よりさへこんでるわけじゃん。奥歯があって、ここに奥歯があってさ、でここが歯茎だからさ、わかりやすいやつ。そこにさ餅がいっちゃったらさって思ってさ、食べたいけど食べれてないの、大丈夫かな。大丈夫かな。だからさ歯磨く時とかさ一番大変。もう歯茎さ埋まってくれたかな。さすがにないか。なんでそんな急にダメですって言うの。さっきまで大丈夫ですよ、大丈夫だよね、大丈夫。でも親知らず抜いた日にさ寿司食ってっから大丈夫か。気合で前歯で頑張って。前歯で食べればいいんだ。思いついちゃったよ私。心配事が可愛いって言われた。いやー、前歯で食べればいいんだ。仕事リスじゃん、リスですよ。いやー、どうやって模様替えしようかな。大変だな。大変だな。先に掃除と洗濯しちゃってでメイクして出かけなくちゃいけないかな。今日ちょっと予定があるんですよ。だからその予定終わってからの方がいいか。断捨離断捨離。なそしか、ありがとうございます、ね、めっちゃここ目かゆいんだけど、なんでだろう。物洗い、そんなことない。カラコンつけるのやめようかな。今日つける練習は今日やめようかな。ずっと頭の中に流れてる。キッチューのってやつ。キッチューの好きになっちゃうダメっつーの。よいしょ。今日はやめときなや。やめとこうか。なんかここめっちゃなんか赤い。仕事行ってきます。いってらっしゃい。今日のちかなさも素敵です。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。眼科か。眼科行かないな。目に異常ない。
かお腹鳴りそう。なんかさ、食欲やばいんだよね。落語のディレイ配信見たよ。いくらなんでも面白すぎだって。本当ありがとうありがとう。一応コンタクトつけてる人は3ヶ月に1回は眼科行きましょうになってる。あ、なんか見たな、説明書に。3ヶ月に1回。どなしのカラコンです。私はどなし。今何食べたい？なんだろう、肉お肉が食べたいな。肉が食べたい。でも、あ、ネギシ行きたい。高っネギシ行きたいなって思ってるけど、うん、朝からすき焼き。いや、朝から肉はいいかな。ふるさと納税全部肉にしました。いいじゃん。ふるさと納税10月からちょっとあれだもんね、量が少なくなっちゃったりするらしいから。でもさ、私もさ、ふるさと納税したんですけど、なんかさ、自分がいくらふるさとの、いくら分ふるさと納税したらいいかがはさ、正確には分かんないじゃないですか。ビビってそこまでやってない私ネギシは高いよね。高いよね、ネギシ。美味しい。ネギシでご飯2杯食べれるようになっちゃった。私普通盛り、すごくない？確定申告してる人は分かりやすいけど、サラリーマンもっと分からん。あ、そうなんだ。多少超えてもそんなに損にはなるわけではないよ。本当？いくら分できるんだろう私。ふるさと納税限度額、ちょっと年収少なめに設定しちゃう。あー、それがいいのか。そうしよう。いくらだったって言えないからね私今言えないからね。へえ、でもさ、初めてやる。仕事行ってき。いってらっしゃい。ネギシって言っただけで顔が喜んでるネギシ大好き。おー、オッケー。サラリーマンと違って毎年年収変わるから計算大変そうって。ネギシでご飯おかわりしたら大盛りですよねって言われたマジで。さすがに言われなかったな私。どれぐらいにしますかって必ず聞かれる。普
通で、普通盛りをね2杯食べれるようになっちゃった。前まではさ普通盛りと少なめだったのに。ふるさと納税は今年の住民税じゃなくて来年の住民税が引かれるからね。ねって言うよね。え、待って、今思ったんだけど、今年じゃない、来年の住民税が引かれるわけじゃないですか。でも計算するのは去年の分なの？シミュレーターでいくらって。なんでトロロアルト食べちゃうよね。わかる、トロロアルトね食べれちゃうよね。3周終わりました、ありがとう。最後の星投げ、なんでって言われましたねえねえ、働いた1年目は住民税取られませんが退職した次の年は住民税取られます。マジで、そう。え、でもさ思ったのが、毎年変動する場合よ、変動してた場合、例えば増えましたってなったら、増え、ま、今年の年収増えました、でも計算するのは去年のやつだから、なんか、え、どう説明したらいい、わかる、なんか住民税計算するの今年になります。え、そうなの？私去年で計算してたよ。今年なの。住民税は去年の年収に対してかかる。ほう、そうね、そうね。去年ので計算しましょうってなってだけ。なるほどね、なるほどね、そうなんだ。てっきりだし、ずっとさ去年のだと思ってた。あ、そうなんだ。はあ、なるほど、なるほど。一瞬さ、今さ観覧者数さバグった。そうなんだ。確定申告で取りすぎた分は返ってくるし、足りなければ返ってこない。どういうこと、どういうこと、どういうことどういうこと、どういうこと。なのでスポーツ選手みたいに変動が大きい人はものすごい大変。なるほどね、なるほどね、そうなんだ。それは大変だね、大変だわ。確定申告で戻ってくると少額でも嬉しい。それは嬉しいよね。スポーツ選手の年俸が半分になっても住民税は去年の
年俸で決まるかね。やだね。なんかずっと同じでいいじゃん。ダメ？住民税ってどこに使われるの？道路工事とかってこと？え、一定でいいじゃん。一定じゃダメなの？おはよう。芸能人もローン組めなかったりするよね。そうなの？まあそりゃそうだよね、人間だもん。キノコありがとう。キノコありがとう。そっか。そっか。謎活のために働いてきます。いってらっしゃい。おはよう。お腹すいたな。お腹すいたな。あ、なんかさ、こっちの顎がさカクカクなるのやめてほしい。急になんだよな。住民税は地方自治体なので、アンドゥなら長野県と御代田町。なるほどね。なるほどね。親知らず抜いた影響かな。いや、それはね、ない。親知らず抜く前からカクカクなってます。いや、物価の上昇がな。ふるさと納税でさ、夢の国のチケット買えないかな。って思っちゃった。おはよう。そう、夢の国のチケット値上がりするじゃん。夢の国値上がりしちゃうんですよ。もうだって入場料が1万いくらになるみたいな。ってカウントどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、あと5分で更新ですね。1万超えるよ確か。1万いくらみたいな、1万何百何円みたいな感じやがったっけ。10月ぐらいからこと自体が夢のようになってる。パスポートじゃなくて入場だけで、え、1回じゃない。夢の国グッズはふるさと納税であるみたいな。グッズか。え、多分
分そうだよ。調べてみようか、ディズニー。値上げ、あ、そうそうそう、10月1日から大人は19,000円。マンデーですね、マンデー。この書き方何、19,000円から7,900円になる、どういうこと？あ、日曜日とか土日は高いけどってこと？え？そんな変動すんの？逆にさ、安い日いつよ？なくね？ 8,400 円が安いのか、この中だと。へえ。あ、でも1月7,900円ってのある。平日。やっぱ平日はね、安いからね。3,900 円だったの？マジで。パスポートならそんなもんじゃん。いや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 、高いよ高いよ、高くなったよ。だって私が行った時ってもうな、もうね、初めて行った時4歳とか。でもその時って大人5,000いくらじゃなかった？そっからだんだん値上げしてったよね。寂しい、そんな値上げばっか、値上げやっか、辛いよ、生きていくの大変。じゃあ壇上読むね、更新しますよ。13位もち猫さん、13位もち猫さん、12位あきひろさん、12位あきひろさん、11位、ラーマさん、11位ラーマさん、10位サバサンドさん、10位サバサンドさん、9位ナチュラルさん、9位ナチュラルさん、8位ナリスタさん、8位ナリスタさん、7位マイクさん、7位マイクさん、6位カブさん、6位カブさん、5位アメちゃんさん、5位アメちゃんさん、4位ディアマさん、4位ディアマさん、3位ペンギンさん、3位ペンギンさん、2位マツさん、2位マツさん、1位ミーさん、1位ミーさん、ありがとうございます。あなたの出演している舞台2時間で約 10K なの考えたら安い安い。それとね、一緒にしちゃダメですよ、舞台は舞台。夢の国は夢の国。パチパチパチ。ということで30分になったので一旦更新します。少々お待ちを皆様待っててね。